てくださっている選手がですね、監督になったつもりで2018年の開幕オーダーを組んでいただきますが、福田さん、はい、面白い組み方してくれましたね。はい、ちょっといろいろ考えてここにたどり着きました、うん、なるほど、はい、では早速ご紹介いたしましょう。2018年ドラゴンズ開幕スターティングラインナップ。1番センター大島洋平、2番セカンド亀澤恭平、3番ライト平田良介、4番サード福田信正、5番ファーストダヤンビシエド、6番レフト遠藤一世、7番ショート堂上直道、8番キャッチャー松井正人、9番ピッチャー大野雄大ということで、もうこれはラジオ機の皆さん、もう一聞きでお分かりになると思いますが、福田さん、はい、このメンバーはすなわち、あの同級生全員入れました。あ、そうなんだ。1988年組オーダーと、まあ、全員ではないですけれどね、強い絆を感じますが、福田さん、はい、これはどんな意図が。まあうん、いや、 やっぱり同級生みんなで出たいんで、うん、はい、入れましたね。まあ、特にやっぱり1988年組ドラゴンズのこの年の選手はみんな仲いいですね。そうですね、仲いいです。みんな個性的で面白いです、うんうんうん、ね。特にでも88年組で見ると、どっちかっていうと福田さんはいじられる方だよね。そうですね、納得してないですけど、はい、納得してない。一番いじってくるのは誰ですか。まあ、いじってくるのは亀ですね。だいたいそうですよね、はい、亀沢大野がだいたい福田どの上をいじる。そうですね、うん、はい、この構図ですか。いや、どの直道はいじられないです、ね、あ、そうですか、はい、ほう、誰も文句言わないです。と、なんで、なんでそれは。いや、みんな気使ってるんじゃないですか。ちょっとこれはいじっちゃいけないなって空気を直道選手は出す術を持ってると、はい、そうなんです。ただ福田選手はそれがないと。ないですね。底なしでいじられるってことですね。じゃあ、はい、ということで、まあ、ずらっと並べていただきましたが、4番サード福田信正、自分の名前を書きました。この心は。いや、もうもちろん、うん、そこは目標なんで、はい、はい、頑張って目標達成します、うん。まあ、当然ファーストサード両方やる機会も来年はあると思いますが、4番に自分の名前を入れたっていうのがね、はい、ファンの皆さんも我々としても嬉しいところなんですが、福田さん、はい、ここへの思いを聞かせてください。やっぱり4番は僕の中で、うん、特別な場所なんで、はい、そこはずっと目標に、はい、うん、頑張っていきたいなと思います。あ、そうですか。もうやっぱり手の届くところに4番というのはあるというふうに実感されてますか。いや、それは分からないですけど、うん、はい、目指さなきゃダメだなと思います、うん、そうですか、はいはい。鈴木さん、どうですか、4番に自分の名前を書いてくれた。ああ、いいでしょうね、これはね、全然、だってこれ、かなわないオーダーじゃないですよ、はいはい、なんかいつか実現するんじゃないかなっていうね、うん、オーダーにも見えますよね、うん、そうですね、はい、理想の4番ってのはどうなのかな。ああ、どうでしょう。そうですね、やっぱりその雰囲気ですね、まあ、相手チームが、まあ、出てきたら嫌だなとか、うん、その次に回したら嫌だなって思われるバッターがいいです、ね、なるほどね。理想の三塁手はいる。理想の三塁手は、まあ、イメージは中村のりさんだったりですね、はい。まあ、当然チームによってはね、4番に和製4番を置いているチームもあります。筒香選手であったり中田翔選手であったり、こう自分がすごい、ああ理想の和製4番だなって感じる人って誰でしょう、はい。そうですね、まあ、昔だったら、僕は清原さん、清原さんが、僕はその雰囲気が好きだったんで、うん、はい、憧れます。ああ、そうですか。まあ、当然そこをね、そういう雰囲気を身にまとってほしい来シーズンになりますが、鈴木さん、でもこれはね、やっぱり場数を踏んでいかないと、空気感っていうのは、まあ、それはそうですね、でやっぱり数字残さないとね、はい、で結局は4番バッターっていうのは看板ですから、うん、やっぱ人を呼べる選手にが定着するっていうのはね、うん、理想なんですよね、うん、はい、人を呼べるね、人を呼べるね、はい、福田を見に行こうっていう、これはもうおじいちゃんも子供もみんな揃って、うんうん、福田のホームラン見に行こうって、うん、
ってなりますからね。そうですね、はい、ただ期待に応えるのはもうこれはもう至難の技になってくるからね。はい、プレッシャーとかやっぱり感じますか？感じます。感じますか？はい、特にこのオフシーズンはいろいろあの期待してるっていう言葉をかけていただけるんで、うんうん、結構プレッシャーですね。ああ、はい、そうですか。それとね、もうちょっと 前は新外国人選手が気になったと思う。はい、また来んのかよって、うん、きっと。今はどうかな？そうですね、今はそこまで気にしてないです。そうだよね、はい、ね、まあ、自信の塊ですよ。そうですね、うん、で今度来る外国人選手は外野手ですね。外野手だよね、。だからちょっと一安心っていう、うん、確かに福田選手にとって競争はもちろん全選手避けられないんですが、外国人との競争っていうのがね、付きまとうポジションであり、うん、打順タイプだと思うんですよね。はい、うん、そうですね、毎年内野手になってから、ファーストになってからは、うん、はい、いつも外人とっていう、うん、戦わなきゃいけないポジションなんで、うん、はい、毎年気にしてやってます。そうですよね、はい、まあ、ビシエド選手とね、やっぱりいい競争をしてほしいなというふうにも思いますが、昨日はこのスタジオに小笠原慎之介投手が来てくれました。そんな小笠原投手から、先輩選手会長福田選手にメッセージが届いています。福田さん、今年もいっぱい打っていただきありがとうございました。来年はもっと期待してるので僕を助けてくださいですって。まあ自分の力で何とかしろと思いますけど。そりゃそうだ。でも相性があってね、なんか自分が投げると誰、はい、誰がよく打ってくれるなってのはありますからね、うんうん、はい、はい、でそれはなぜか不思議とあるよね、そういうのがね。そうですね、はい、まあでも打つ方としたらね、このピッチャーだからたくさん打ってやろうとか、このピッチャーだから手抜こうというのはないですから、はい、そして今日はね、たくさんメッセージがすでに福田選手に届いております。はい、選手会長というお話もありましたが、うん、西尾氏頑固一徹さん、はい、新選手会長として何か新しい試みは考えていますか？ファンサービス充実してほしいですと。当然こういうオーダーも来ますよ福田さん、うん、そうですね、契約の時にも代表と喋、うん、らせていただいて、まあ、そのファンサービスのことだったり、そのグッズがちょっと少ないっていう話も結構聞きますんで、うんうん、そういうことも話させていただきました、はい、うん、どうでしょう、自分のオリジナルグッズとか球団にお願いするような方向はありますか？僕がですか、うん、いや、それはどうか分かんないですけど、まあ、どんどん作ってくださいっていう話はしました、うん、そうですか、はい、いや嬉しいね、うん、福田信正が球団のファンサービスの話をしてますもんね。本当ですよ、本当嬉しい、ね、成長してくれました。でもね、選手会長の話で一言、はい、提言上言うと、うん、選手会長になると大変なんですけど、会長としての成績を残さなきゃいけないというね、はい、もう一つの新たなプレッシャーの戦いになるから、うん、これはすっごい力になると思う、うん、なるほどなるほどね。やっぱり選手会長になった以上は数字が悪いから2軍に行ってる場合じゃないですからね。そうですね、ずっと1軍で試合に出続けなければ、うん、ちょっと立場ないなっていう、はい、思ってます、うん、はい、続いていきましょう。そしていじられキャラという話もありましたが、おいおい、島根県ラジオネームチラドアさん、うん、新選手会長になってチームメイトからの扱いはどのように変わりましたか？お、変わりました、変わりました。いや、そんな変わんないですよ。うん、はい、まあ名前は出さないですけど、同級生から俺は手伝わないって言われますけど、うん、その辺がいじられ役なんだよね、うん、でもいいキャラだと思う、それは、ね、はい、いじられ会長でやってってくださいよ、はい、ねえ、はい、どうぞ。そしてこんなメールも来ました、うん、匿名希望さん、一宮市の方です、はい、この間トークショーで騎士団さんのワンナイトカーニバルを披露されていましたが、はいはい、他に得意な曲はありますか？できればちょっと歌ってくださいというリクエストが曲のこれはまあ福田選手、僕からやらしたのは僕なんで、そうなんですね、森さんからなんですね。僕からちょっと補足をしますと、はい、亀澤選手からね、福田選手のお箱は騎士団のワンナイトカーニバルですというふうに、うん、僕が聞いていたもんですから、トークショーのステージ上で無茶ぶりをしたらね、やってくれたんですよ福田選手が、で、まあ、やってくれて大変盛り上がって、本人は泣きそうだったんですけれども、ね、それ以降ね、僕が話しかけるとね、はい、福田選手ね、はい、捨て猫みたいな目でね、僕を怯え切った捨て猫みたいな目で何ですかって、いつ言われるのか、今度何言ってくんだこの人みたいな目で見てくるんですけど、もう本当勘弁してくださいよ、そうそう、その辺はもう断り上手になってもいいんです、そうですね、はい、はい、
まあでもなんか機会があったら、はい、名古屋ドームでね、またなんかできるといいですよ。はい、はい、もう一ついけそうですか、うん、どうぞ。千田市ラジオネーム杉さん。関東出身の福田選手ですが、うん、名古屋に来て馴染めない名古屋飯や言われて意味が分からず困った名古屋の方言があれば教えてください。はい、あ、うん、まあでも僕母親が豊明出身なんで、うん、もう名古屋弁は結構あの家にあのちっちゃい時からあの聞いてるんで。そうだったんだ。 そこまで違和感はないですね。へえ、はい、お母様豊明の方なんですか。はい、豊明出身です。ああ、そうでした。うんうん、偉いって分かった？俺全然分かんなかったそれ。ああ、そうですね、最初はちょっとあんま分かんない、ね、うんうん、でもさすがに横浜の少年時代に家庭に味噌カツが出ることはなかったでしょう。ああ、なかったかもしんないですけど、うん、でも今はあの絶対味噌を頼みますね。はい、そうですか。はい、もう好きです。すっかり。はい、あ、よかったよかった。よかったです。苦手って言われたらちょっとあれかなと思いましたけど ね、うんうん、ね。そしてね、やっぱり福田選手といえば、はい、あのバッティングホームなんですが、何通か届いています。東浦町のオリンピック予選スラムさん、3年前から福田信者になりました。今のバッティングホームはいつから固まったんでしょう。ホームプロ初ホームランの時とはグリップの位置とか腰の位置とか全然違うように思いますと。そうですね、うん、あのここ4年ぐらいですかね、あの、うん、あんな今の感じのフォームになって、はい、あのいろいろ考えてあそこに今たどり着いてるんですけど、うんうんうん、まあ、話すと長くなりますけど。そうですね、はい、ですから、まあ、決してこう誰かをモデルケースにしたとかじゃなくて、福田選手の場合はなんかこういろいろ試しながら自然に今の形になっていったと私は認識してるんですが。そうですね、あの 誰の真似もしてないですし、うん、あの自分の感覚を、うん、求めていくうちに今の形になりました。そうですね、はい、あのホームラン打った時のバットの離れ方かっこいいよね。 ありがとうございます。あれって若い時はそうだったっけ。あのまあ比較的でもやってたっすけど、ね、ああ本当に、はい、あ、うん、もう自分のものになってるよね。そうです ね、あれは絵になるね。絵になります。かっこいいです。かっこいい、名古屋市のナッツーさんも福田選手ホームラン打った時のバットの投げ方かっこいいですと。いつから始めたんでしょう。モデルにした選手とかいるんでしょうかと。モデルはでもそうですね、あの中村のりさん、うん、はい、ですね、はい、まあでも どうなの意識的ではないよね。まあ今は無意識ですけど、うん、はい、まあ、多少あのそこを見られてるなとは思ってるんで、うんうんうん、ちょっとあのかっこよく投げたいなとは思ってます、うんうん、長距離ヒッターの特徴ですよね、うん、そうですね、はい、まあでもやっぱり鈴木さんね、そのかっこよく自分を演出する見せるっていうのもこれプロの大事なお仕事だと思うんですが。そういうことですよ。だってそういうところに憧れを持って子供たちが見るんですもん、うん、だからホームランの打球見るより、はい、あのバットのくるくるっと回るのを子供たちは頭に焼き付けて帰ると思いますよ、うんうん。で、あとまあ皆さんにぜひご紹介しておきたいのがね、福田選手は 920g ちょっと 重いバットを使っているんですが、僕もねこの間見せていただいて驚いたんですが、福田選手のバットのね面白いところはグリップがすごくちっちゃいんですね。福田さん、そうですね、あのグリップ、あのそこだけはちょっとこだわって、うん、はい、ずっとちっちゃいやつ使ってます。なんで小さいの。これはもう本人の感覚なんですよ。そうですね、あの小指のなんていうんですかね、あのグリップが当たる感じが嫌だったんで、なるべくなくしたいなと思って。あ、はい、そうなんだ。いろいろあるんだ、いろいろあって、あの本当に素人の私が見てもすぐ分かります。ちっちゃいんですよ、ね、バットを下から見ると、はい、あの丸が本当ちっちゃいですもん ね、福田さんのはね、はい、で、じゃあなんでその細いグリップ使ってるのにドラゴンズで一番手でかいのこの人。そうなんですか。めちゃくちゃ大きいんですよ。ちょっと前のアナさん比べさせてもらったら、はい、いいですか。うわ、本当だ。私の3回りぐらい大きい。2回りどころでは、おそらくピッチャー鈴木さんも大きい方だと思うんですよ。そうですよね。でも多分福田さんと比べてみたらどうですか。でももう福田の手は男の手、私の手は女性手ですからね。本当だ。わ、でかいな。やっぱり鈴木さんも大きいけど、鈴木さん一回り大きいですもんね。大きいですね。あのお相撲さんのスタンプになるね。なりますよね。すごい。で、単純にこれだけ大きな手であの細いグリップを握るから逆に僕握りにくいんじゃないかなと思っちゃうんですけど、どうなんでしょう。そうですね、僕もいろいろアドバイス聞きながら、うん、もっと太くした方がいいんじゃないかっていろいろ言われましたけど、うん、はい、まあその自分の感覚なんで、うん、まあそうですね、今のままでやります。なるほど。でバットの中で一番神経が集中してるのはやっぱりグリップ。
そうですね、はい、あーねー、うん、それだけ大事なんですよ。そうだからやっぱプロの感覚っていうのはもう教科書通りにはいかない、はいはいはい、はい、改めて思いましたけれどね、はい、会長になると大変なんですけど、会長としての成績を残さなきゃいけないというね、はい、もう一つの新たなプレッシャーの戦いになるから、うん、これはすっごい力になると思う、うん、なるほどなるほどね、やっぱり選手会長になった以上は数字が悪いから2軍に行ってる場合じゃないですからね。そうですね、ずっと1軍で試合に出続けなければ、うん、ちょっと立場ないなっていう、はい、思ってます、うん、はい、続いていきましょう。そしていじられキャラという話もありましたが、おいおい、島根県ラジオネームチラドアさん、うん、新選手会長になってチームメイトからの扱いはどのように変わりましたか。お、変わりました、変わりました。いや、そんな変わんないですよ、うん、はい、まあ名前は出さないですけど、同級生から俺は手伝わないって言われますけど、うん、その辺がいじられ役なんだよね、うん、でもいいキャラだと思う、それは、ね、いじられ会長でやってってくださいよ、うん、はい、ね、えー、はい、どうぞ。そしてこんなメールも来ました、うん、匿名希望さん、一宮市の方です、はい、この間トークショーで騎士団さんのワンナイトカーニバルを披露されていましたが、他に得意な曲はありますか、できればちょっと歌ってくださいというリクエストが。これはまあ福田選手、僕からやらしたのは僕なんで、そうなんですね、森さんからですね、僕からちょっと補足をしますと、はい、亀澤選手からね、福田選手のお箱は騎士団のワンナイトカーニバルですというふうに、うん、僕が聞いていたもんですから、トークショーのステージ上で無茶振りをしたらね、やってくれたんですよ福田選手が、で、まあ、やってくれて大変盛り上がって、本人は泣きそうだったんですけれども、ね、それ以降ね、僕が話しかけるとね、はい、福田選手ね、はい、捨て猫みたいな目でね、僕を怯え切った捨て猫みたいな目で何ですかって、いつ言われるのか、今度何言ってくんだこの人みたいな目で見てくるんですけど、本当勘弁してくださいよ。そうそう、その辺はもう断り上手になってもいいんです。そうですね、はい、はい、まあでも何かってはね、4番に和製4番を置いているチームもあります。筒香選手であったり、中田翔選手であったり、こう自分がすごい、ああ理想の和製4番だなって感じる人って誰でしょう。はい、そうですね、まあ昔だったら、僕は清原さんが、僕はその雰囲気が好きだったんで、うん、はい、憧れます。ああ、そうですか。まあ当然そこをね、そういう雰囲気を身にまとってほしい来シーズンになりますが、鈴木さん、でもこれはね、やっぱり場数を踏んでいかないと、空気感っていうのは、まあ、それはそうですね、でやっぱり数字に残さないとね、はい、で結局は4番バッターっていうのは看板ですから、うん、やっぱ人を呼べる選手にが定着するっていうのはね、うん、理想なんですよね、うん、はい、人を呼べるね、人を呼べるね、はい、福田を見に行こうっていう、これはもうおじいちゃんも子供もみんな揃って、うんうん、福田のホームラン見に行こう、うん、ってなりますからね。そうですね、はい、ただ期待に応えるのはもうこれはもう至難の技になってくるからね。はい、プレッシャーとかやっぱり感じますか。感じます。感じますか。はい、特にこのオフシーズンはいろいろ期待してるっていう言葉をかけていただけるんで、うん、結構プレッシャーですね。ああ、はい、そうですか。それとね、もうちょっと 前は新外国人選手が気になったと思う。はい、また来んのかよって、うん、きっと今はどうかな。そうですね、今はそこまで気にしてないです。そうだよね、はい、ね、まあ、自信の塊ですよ。そうですね、うん、で今度来る外国人選手は外野手ですね。外野手だよね、。だからちょっと一安心っていう、うん、確かに福田選手にとって競争はもちろん全選手避けられないんですが、外国人との競争っていうのがね、付きまとうポジションであり、うん、打順タイプだと思うんですよね。はい、うん、そうですね、そうですよね、はい、亀澤大野がだいたい福田どの上をいじる。そうですね、うん、はい、この構図ですか。いや、どの直道はいじられないです、ね、あ、そうですか。はい、ほう、誰も文句言わないです。と、なんでなんでそれは。いや、みんな気使ってるんじゃないですか。ちょっとこれはいじっちゃいけないなって空気を直道選手は出す術を持ってると、はい、そうなんです。ただ福田選手はそれがないと。ないですね。底なしでいじられるってことですね。じゃあ、はい、ということで、まあ、ずらっと並べていただきましたが、4番サード福田信正、自分の名前を書きました。この心は。いや、もうもちろん、うん、そこは目標なんで、はい、はい、頑張って目標達成します、うん、
まあ、当然ファーストサード両方やる機会も来年はあると思いますが、4番に自分の名前を入れたっていうのがね、はい、ファンの皆さんも我々としても嬉しいところなんですが、福田さん、はい、ここへの思いを聞かせてください。やっぱり 4番は僕の中で、うん、特別な場所なんで、はい、そこはずっと目標に、はい、頑張っていきたいなと思います。ああ、そうですか。もうやっぱり手の届くところに4番というのはあるというふうに実感されてますか？いや、それは分からないですけど、うん、はい、目指さなきゃダメだなと思います、うん、そうですか、はいはい、鈴木さんどうですか？4番に自分の名前を書いてくれた。ああ、いいでしょうね、これはね、全然だってこれ叶わないオーダーじゃないですよ。はいはい、なんかいつか実現するんじゃないかなっていうね、うん、オーダーにも見えますよね。そうですね、はい、理想の4番ってのはどうなのかな。ああ、どうでしょう。そうですね、やっぱりその雰囲気ですね、うん、まあ、相手チームが出てきたら嫌だなとか、うん、その次に回したら嫌だなって思われるバッターがいいです、うん、なるほどね。理想の三塁手はいる？理想の三塁手は、まあ、イメージは中村のりさんだったりですね。あ、はい、まあ、当然チームによって来てくださっている選手がですね、監督になったつもりで2018年の開幕オーダーを組んでいただきますが、福田さん、はい、面白い組み方してくれましたね。はい、ちょっといろいろ考えてここにたどり着きました、うん、なるほど、はい、では早速ご紹介いたしましょう。2018年ドラゴンズ開幕スターティングラインナップ。1番センター大島洋平、2番セカンド亀澤恭平、3番ライト平田良介、4番サード福田信正、5番ファーストダヤンビシエド、6番レフト遠藤一世、7番ショート堂上直道、8番キャッチャー松井正人、9番ピッチャー大野雄大ということで、もうこれはラジオ機の皆さん、もう一聞きでお分かりになると思いますが、福田さん、はい、このメンバーはすなわち同級生全員入れました。あ、そうなんだ。1988年組オーダーと、まあ、全員ではないですけれどね、強い絆を感じますが、福田さん、はい、これはどんな意図が。まあ、うん、やっぱり同級生みんなで出たいんで、うん、はい、入れましたね。まあ、特にやっぱり1988年組ドラゴンズのこの年の選手はみんな仲いいですね。そうですね、仲いいです、うん、みんな個性的で面白いです、うんうん、ね。特にでも88年組で見るとどっちかっていうと福田さんはいじられる方だよね。そうですね、納得してないですけど、はい、納得してない。一番いじってくるのは誰ですか？まあ、いじってくるのは亀ですね。だ、はい、毎年内野手になってから、ファーストになってからは、うん、はい、いつも外人と、うん、っていう戦わなきゃいけないポジションなんで、うん、はい、毎年気にしてやってます。そうですよね、はい、まあ、ビシエド選手とね、やっぱりいい競争をしてほしいなというふうにも思いますが、昨日はこのスタジオに小笠原慎之介投手が来てくれました。そんな小笠原投手から、先輩選手会長福田選手にメッセージが届いています。福田さん、今年もいっぱい打っていただきありがとうございました。来年はもっと期待してるので僕を助けてくださいですって。まあ、自分の力で何とかしろと思いますけど。そりゃそうだ。でも相性があってね、なんか自分が投げると誰々がよく打ってくれるなってのはありますからね、うんうん、はいはい、でそれはなぜか不思議とあるよね、そういうのがね。そうですね、はい、まあ、でも打つ方としたらね、このピッチャーだからたくさん打ってやろうとか、このピッチャーだから手抜こうというのはないですから、はい。そして今日はね、たくさんメッセージがすでに福田選手に届いております。はい、選手会長というお話もありましたが、うん、西尾氏頑固一徹さん、はい、新選手会長として何か新しい試みは考えていますか？ファンサービス充実してほしいですと。当然こういうオーダーも来ますよ、福田さん。そうですね、契約の時にも代表と喋、うん、らせていただいて、お、まあ、そのファンサービスのことだったり、そのグッズがちょっと少ないっていう話も結構聞きますんで、うんうん、そういうことも話させていただきました、はい、うん、どうでしょう、自分のオリジナルグッズとか球団にお願いするような方向はありますか？僕がですか、うん、いや、それはどうか分かんないですけど、まあ、どんどん作ってくださいっていう話はしました、うん、そうですか、はい、いや嬉しいね、うん、
福田信正が球団のファンサービスの話をしてますもんね。本当ですよ。本当嬉しい、ね、成長してくれました。選手会長の話で一言、はい、あの提言上言うと、うん、選手会